はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で103回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、1月14日に行われた沖縄医療生協創立50周年シンポジウムの3回目の放送となりますね、3人目の放送となります。医療事業の展開ということで、首里共同クリニックの荒垣康夫先生の発言の報告をですねお伝えしたいと思います。前半部分は今中西先生がお話、やりましたから、私は主にはですね、第二長径から今進んでいる第五次長径までの医療展開、医師の養成等を含めてですね、話していきたいと思います。これは先中西先生がちょっと触れたんですけど、79年に増床して、これが80年代をいろんな科をですね改正していくわけです。こういうふうにしてですね、産婦人科を改正するとか、心臓外科を改正するとか、皮膚科、眼科、いろんなですね、ことがですねここに起こってきます。あと、病理ですね、神経内科、脳神経外科、そして、85年ではですね、病床数を、65床に増やして、小児科とか整形とか、それから87年には中部共同病院を改正すると、で、泌尿器科と眼科とか、そういった、この10年間でですね、大きな変化をですね、共同病院は遂げていったんです。機能的にもですね、体制的にも大きく変化していました。で、これが先のあれですね。特にこの中ではですね、医療、人も増えたんです、科も増えたんですけど、医療機器をですね、最新鋭の医療機器を全部備えていきました。次、これはですね、一つは先ほど中根先生触れましたけど、1974年のですね、宝寺というところの時ですね、第一次10カ年計画を説明の会が持たれたんです。そこに医師をはじめですね、医学生が34名参加しました。こういう集団がですね、この70年80年代のですね、病院を担っていく、本土で研修して若い先生たちがですね、沖縄に戻ってきて各科を建設していったという状況がですね、この80年代です。で、その80年代はですね、非常にもう医療活動発展したんですけど、ここに一つのね、また矛盾も出てきたわけです。一つはですね、中部共同病院を87年に作るんですけど、そこにです、医師がですね、7名移動することになりました。そしてそういう7名が移動することによってですね、共同病院が厳しくなるっていうことですね。そして、若手の先生たちからですね、こういう状況では不安だということで、いろんな意見が出てきました。そしてそれに伴ってですね、中堅若手が9名辞めました。当時私たちは48名の医師がいましたから、17名の医師がですね、中部共同病院を作った後を含めてですね、17名が亡くなったわけです。そうするとこの沖縄共同病院をどう守っていくかということが非常に問題になってきました。そして、当然救急とか当直ができなくなる、救急とか当直ができなくなる。それで当時はですね、いろんな近くに大きな病院がです、開設しましたから、そして看護が採用できない、そういう状況が続いてですね、結局赤字を大幅に増やしたという、歴史がありました。そして医局ではですね、これどう克服するかという論議が盛んにありました。そして最終的にですね、落ち着いたのは、この当直できませんから、一人の人に 何回も当直してもらわんといけないませんから、このプレミア制度っていうのを作りました。要するにたくさん当直する人たちはこれだけの分を当直費は払いますという、
制度を作りまして、そしてどうにか、乗り切っていきました。同時にですね、医学生委員会とか医師委員会、これはですね、医学生医師をですね、採用していく、小学生を増やしていく活動をしている委員会ですけど、こういう委員会をですね、論議の中でですね、やっぱりその医学生委員会、医師委員会を強化すべきじゃないかと、そして間隔帯もですね、間隔帯も増やすべきじゃないかと、そういうことを通してですね、私たちは次の発展に図ろうということで、ちょうどこの時代にですね、沖縄県民医連もできてきましたから、それが重なってですね、大きく前進するきっかけを作ったんじゃないかと思っています。その当時はですね、私たちは小学生説明会、要するに医学生の小学生の説明会とかですね、医学生総訪問、これ夕方になってですね、医学生の下宿先行ってですね、私たちはこういう活動してます、そしてできるだけ実習に参加してくださいという呼びかけをですね、医師をはじめ事務系の幹部、それから看護さんたちが協力してですね、これをずっと続けていました。そしてそういう中でですね、この間90年代にですね、留大の卒業のですね、研修医が42名入ってきました。年によってちょっと少なくなったり多くなったりすることがあるんですけど、多い時は10名、少ない時は3名、4名とかで、このふうにしてですね、ある一定程度の医師が増えてきて、私たちは専門研修にですね、この若い先生たちを今度は専門研修にどんどん次の担うために専門研修に出してきました。同時にですね、新しい科を作るというためのですね、準備も進めてきました。こういう形でですね、医学生委員会の強化、管学隊の強化とかですね、これを進めてきました。これ逆になるんだな。そしてマイナーの科、マイナーというか、皮膚科とか眼科とかそういう科ですね、これを一時なくなった科をですね、再建したりですね、それから一人科、最初はですね、病院作るときは大抵一人科だったんです。だからこういう形でですね、整形、それから整形とか心臓外科、それから麻酔、脳外科、これを全部複数科にする計画を作ってきました。それからマイナーの科でですね、閉鎖した皮膚科とかこういう耳鼻科とかですね、新たにリハビリ科も含めて作ってきました。そして新しい技術をですね、どんどん入れてきましてですね、そしてこの時代の最新鋭の技術をですね、身につけて新たな医療展開を始めてきました。そして90年代になってきますとですね、第二次承継が始まるんですけど、全日本としてはですね、この時期に全国で50のですね、診療所建設をしようという状況であって、若手中堅をですね、省庁と配置しようということ、私たちもですね、民心には上原先生、伊都心にはですね、西原先生、首里心には長藤先生、浦添には森川先生、本当に私たちが中堅で一番頑張っている世代の人たちをですね、診療所所長として、派遣しながら、同時にですね、この第二長計というのは、この首里のクリニックの開設、それから浦添の開設、それから高齢者のですね、高齢者が2000年から介護保険制度が始まるということで、高齢者に対する私たち運動もですね、遅れていましたから、これで高齢者施設を開設するということでやりました。同時にですね、医療が大きくなってきたために、やっぱり例えば別法人としてですね、この薬を扱っていく障害薬局というね、このやってる沖縄健康企画というのを作って、それをまた薬の問屋としてですね、メディコープというのを作ってきました。当時のですね、医療情勢というのは、リーマンショックが出てきましてですね、先ほど中西先生ちょっと触れたんですが、80年代からそのやっぱり医療を、この制限して医療費が減らすという、国のですね、政策が進んできます。そういう中でですね、急性期、要するに病院の再編が始まるんです。病院の再編が始まってですね、こういった地域支援病院とか、こういうものがですね、中心的に救急を担う、病院になるということがありました。でこういう形にして、医師もですね、こういう形にした
形で義務化をですね、医師の研修も義務化する。で、安倍政権になって地域医療計画、要するにこれはもう地域で急性期医療何床と全部決めてきました。で、そういう、まあ、はい、一旦お知らせ入ります。経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。荒垣先生のですね、途中で長期とかって言ってるのはですね、長期計画のことですね。引き続きお届けします。まあ、状況の中で、私たちはですね、次の課題になっていく、次の課題になっていく沖縄共同病院のですね、当時はどういう状況だったかというと、増築して、20年が経って、患者さんも増えました。非常に患者さんは非常に増えました。ところがですね、外来は狭い、常に混み合ってる。病棟はですね、急性期も慢性期ももうごっちゃ混ぜになってる。で、透析もですね、いつも満席でもう拡大ができない。私たちは当時ですね、外来と透析を移設するための土地を探したんですけど、なかなか見つからない。そういう状況の中でですね、この JA のですね、今の共同病院のところ、これ JA がちょっと倒産してですね、 JA というかこの、販売所があったんですかね、倒産してこれ売り出しに出てました。で、私たちはそこを買ってですね、そして、移設の論議を始めました。で、外来移設するのか病棟移設するのかということで論議が非常に盛んになりました。で、そしてその中でですね、やっぱり先ほど言いました医療情勢が変わっていきますから、これに対応する、病院構想ということも論議になりました。こういう形でですね、3施設展開、要するに急性期病院とそれから総合外来、初診と最新、慢性疾患、それから、急性期を担う、透析を担うですね、この3つのパターンにしようじゃないかということで一旦、合意してこれ決定するんですけど、2006年の診療報酬改定でですね、これが緩くなったんです。そして若手、中堅若手からですね、この総合外来と救急病院分かるのはどうのかということで、これを統合案というのが出てきました。私たちはこの問題に関しても論議をしましてですね、最終的には2006年の9月の臨時総会で2節2つ展開っていう、要するに、救急外来と救急病院と慢性期の都民にという形の構想で、始めると。そして沖縄共同病院の新しい沖縄病院のですね、機構をやって、そして、2009年の6月に病院ができました。そして、第3次長計というのはどっちかというと、このは共同病院ができた後の、医療の工夫をするために2次 共同クリニックというのを作りました。2次共同クリニックを作って、ここにこういったですね、訪問診療とか入れてきました。資格入れてきました。で、それからね、ヤンバルクリニックもこの当時のです計画に入れました。
それから豊見はですね、まあ、改築して、秋生駅に使っていくという形にしました。で、沖縄共同病院はですね、当時からすると、まあ、教育施設として機能を果たす、それから研修、指定病院を取っていくと、それから、まあ、情報ネットというんですね、IT を使った情報のネットを作っていく、中心にしていくと、そして、まあ、療養環境を良くしていくということで、沖縄共同病院の構想をこういうふうに作りました。そして私たちはですね、2000年に臨床研修、まあ、病院取得というのを取りました。沖縄で民間として初めてであります。まあ、この時取ったのはですね、うちと特集会病院を取りましたけど、これは、まあ、当時の中部共同病院でですね、県立中部病院のですね、この宮城千四郎先生が非常に、まあ、いろんな援助をしてくれましてですね、まあ、私たちが取ることができました。そして、その後にですね、今度は2004年に新しい、臨床研修制度というのが始まる予定になりました。でそれに対して私たちはですね、宮城先生を中心とした、臨床研修病院群森伏という、ね、これは、7つの民間病院が協力して、そして、この一緒になってですね、この病院群の、まあ、研修システムを作りました。でそれはですね、新しい、まあ、研修施設に、まあ、対応するということと、全国から毎年ですね、60名近くの研修の先生たちが来ました。そしてただ沖縄、日本だけじゃなくてですね、宮城先生の関係でピッツバーグ大学というのがあって、そこの研修医の先生たちとも交流、まあ、指導医の先生たちも交流してですね、何ヶ月に1回か来てもらって、一緒にその、まあ、臨床を、ね、やってくれるというパターンにしてやっていきました。そして、まあ、もちろん私たち共同病院もですね、研修のレベルが相当上がってきました。これが、まあ、民間病院のですね、非常に、まあ、交流につながっていきました。これが僕あの、共同病院のあれですね。で、これは、まあ、先ほど、これは、私たちもう一つはですね、病院改革の中でもう一つは電子カルテっていうのを自分たちで作って入れてきました。これはあのもう本当にあの全くですね、紙カルテのある時にはあのこれを一時カルテ室から持ってくるとか、例えば外来予約の患者さんのカルテを集めてくるとか、こういう作業をみんな事務がやってたわけですよ。でそれをカルテ、この電子化することによってですね、もう一気にその行っちゃうわけですね。一時事務取りに行かなくてもいいという、こういったシステムを、当時作ってきました。そして、この、まあ、あの統合電子カルテ版というのはですね、これはもう完全に、オーダリングシステムと病棟の中のこのなんていうかカルテが全く電子カルテ、要するに紙カルテがなくなりました。まあ、こういうしてですね、ちょっともう時間ないですけど、まあ、私たちがこの時期にですね、非常に、まあ、前進したのはですね、医師養成の問題で非常に前進してきました。そして電子カルテを作ってです、ね、非常にですね、医療がですね、非常に見えやすくなってきた。そして新しい共同病院を作ってですね、こういったツールを使いながらですね、新しい共同病院の機能を高めていきました。そして急性期病院としてですね、まあ、要するに救急車の受け入れ、これが相当増えます。2倍近くになってきました。そして入院患者がこれも3倍近くになりました。こういうふうにして共同病院自身が急性期病院としての発展を遂げていきました。そしてその時にですね、このリハビリをですね、病棟に作ったっていうのを非常に僕は良かったんじゃないかと思います。で第4次長計、これは、まあ、診療所群のですね、まあ、高齢者施設を伴った診療所を作っているということで、しました。そして豊見、これ前の沖縄共同病院は2013年10月にですね、豊見生協病院として透析中心の病院に変えてきました。あ、ちょっともう、そしてですね、第5次長計の中でですね、まあ、中部共同病院の建て替え、そして、豊見生協病院の建て替えがあります。これもですね、今豊見、中共は終わりましたけど、豊見が今ちょうど建て替えをしているところであります。
そしてもう一つはですね、沖縄共同病院の、まあ、信徒をやってですね、もっと急性期の機能を作っていくということでですね、今準備が進んでいます。それとですね、介護保険分野はですね、別法人を作って、まあ、この、沖縄虹の会というのを作ってですね、ここに、まあ、特養とかですね、高齢者施設の展開をしています。まあ、医師養成はですね、これ、まあ、見てください、これはですね、私たちが作った70年、80年の時はですね、これ国医学生が主だったんです。で、87年から留大の卒業生が出ますから、これ80年代90年代はですね、これ留大の学生が就職して、そして2004年からは今度これはですね、室伏の小学生が増えてきました。医師もこういう形で、だーんと増えてきましてですね、まあ、多い時には140名ぐらいになりました。そして、まあ、これはですね、初期研修医が何名、赤いのはですね、初期研修医です。初期研修医ですね、これがね。で、要するに、うちに残って専門研修やった人たちはこれです。これが、初期研修はですね、この間、167名かな、受け入れて専門研修に行った人たちがですね、60何名、行きました。この人たちがですね、現在の沖縄の、まあ、医療を支えているということです。まあ、これは振り返りですけど、まあ、やっぱり EC を始めてスタッフをですね、きちんと育ててきた。そして IT とかですね、そういう使って、まあ、ネットワークを作って、それで、まあ、この活動に対してですね、事務系幹部や、まあ、そういう、まあ、看護さんたちがですね、非常に、まあ、協力してくれたということの中でですね、先ほど、まあ、中西さんが言いました、平和の戦い、政教の組織の強化とかですね、こういうのを、ね、同時的に私たちが進めてきたのがですね、この、まあ、50年間の発展だったんじゃないかと思います。これからの50年間、まあ、やっぱり基本的な医師をはじめですね、まあ、看護薬剤師、こういったスタッフを育てる、これに非常に力を注ぐことが必要だと思うし、やっぱり医療情勢に注目してですね、県民の医療、それが健康を守る、この運動をやっと進めていく。そして、まあ、IT を活用してですね、これを総合的に結びつけることが必要じゃない。そして、先ほどありました、宮古と八重山にですね、医療を展開して、全県的にですね、この医療請求の活動をですね、発展させることがこれからのご協力じゃないかと思います。ちょっと伸びましたけど、ご清聴どうもありがとうございました。はい、50周年シンポジウムの新垣先生のですね、発言をお届けしました。ちょっとお知らせ入ります。78.0 FM Naha Your Radio Station. はい、沖縄医療生協のですね、50周年のシンポジウムの、発言の内容をお届けしました。このシンポジウムのですね、内容に関しては沖縄医療生協のホームページでも、動画で見ることができますのでね、ぜひご覧ください。それではこれからもラジオを通して沖縄医療生協の活動が
少しでも皆さんに伝わればと思っております。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。